ちは、ジジ、ライダー休日課です。今日は、待ちに待った、お花見ツーリングです。朝から物産むで、集合時間少し遅らしました。今日は、PCX3、マジェさんの3台で、お湯の松並木道、旧街道通過です。着きました。ここは音羽川邸の桜。対岸の広場に移動して、撮影会です。私は砂利が引いてない。今朝までの雨で、滑る。足場の良さそうなところに、止めねば。桜をバックに、撮影会。日が差すと、もっと綺麗なのですが。ピースサイン、帰ってきません。寂しい。桜口公園、到着です。車は駐車料金500円、バイクは無料です。マットではないので、雨上がりでも大丈夫。桜口公園散策します。咲いているのは、ソメイヨシノ、ほぼ満開でした。ランチをいただきに、道の駅、福で手作り村へ。DCT、S モードで少しくねくねを、試します。本宮山スカイラインに入ります。後ろから速いバイクが来たので、譲ります。この路面状況では、マイペースで。ランチ、カレー大盛りとの比較。本日、最後の桜です。さすがに人がいっぱい来ています。正面です。天然記念物、奥山田のしだれ桜、樹齢1300年の江戸彼岸桜、高さ17メートルです。やっと行けたお花見、来年も来ます。ありがとうございました。
また見てね。GG、ライダーツーリストでした。